よろしくお願いしますこんばんはよ,よろしくお願いいたしまーすと,ということでご登場いただきましたのは <laughs> 斬新すぎるコンビ新ハリ千本のお二方です本日はよろしくお願いいたしまーすいいやもうすっきり終わりで来ちゃいました確かに初めて生でご覧になる方はちょっといつもより大きいんだなっていう印象はあったかもいつもこんなんですよ いつもあの、スッキリのテーブルで、だいぶ後ろの方に座ってるんで、こうやっ <laughs> 遠近法で、遠近法で、ね、そういうことですね。でも、今日さ、うん、ラーメン屋さん行かなくていいの?。角田宣明じゃねえよ。<laughs> 角田宣明じゃねえよ。え違う、違う。人が違う。<laughs> <laughs> 角田宣明さんに、春菜が間違えられたこと、まだないから。うん、えないんだ。あの角野卓造。いや、角野卓蔵じゃねえよ。 ちょっと言い方癖あるけど <laughs>、この湯気がたまらないんです。ねえ、ねえこれお店にあるやつと同じやつですよね。まさにそうでございます。すごいふわふわいただきます。どうぞ。<laughs> ん<ー>うほん、本当たっぷりで美味しいんですよねチーズが。ちょっと <laughs> 一気に <laughs> まだあと三つありますんで、残してくださいね。 噛まなくても舌でこうパって押したらほらってほどけていくような。さすが。はい。お好きだとおっしゃってましたもんね。うん。たんじゃうんですね。最後。でっか。なんだこの形でかい。でっか。なんか全部クボケやってたらこんなでかいと思うの。ね確かに。あすいません一人言聞こえちゃいました。 とろ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 うわーおいしい見てください私の顔のがちっちゃい顔のはでかい顔はでかいもう全然止まらないですね止まんねえよ聞いたことないあ、お、完食完食です完食したら絶対一回後ろ向くんの春田 ではラストのご主食になりますがファミマプレミアムチーズ肉マン新春菜さんもご主食どうぞすごい楽しみですその前にちょっとあの家に電話してちょっと余命に今日晩ご飯いらないって電話していいですか一緒になるね一緒になるねマジでうめえこの感じたまんないよね またた後ろ向いやっぱりファミリーマートさんの後ろ盾で最終的にはすっきり乗っとってあそうですね朝から番組やりたいですなんかでもこんなわきあいあいとしたムードになってしまってこんなこと言うのもあれなんですけどどうしたやっぱり私ちょっと待ってやめてやめて新春の夢違和感がある隣にいて なんかすごいざわざわしてくるんですよね。そんなことない。一番しっくりきてた私。だって新ハルナじゃないよね。え？ああれ今日ドキュメンタリー映画撮らないんですか？ノンフィクションじゃねえよ。いや違う違う違う。マイケルムーアの振りだったんだけど。できない。ほらこういうところがなんか違和感がすごいんです。だからあの新ハリセンボンは。 今日結成しましたが解散します、えー